所在地、イジオルスキエサボーディ、または、イジオルスキエ工場は、ロシアのオムズグループに属する機械メーカーである。会社形態としては公開株式会社である。主要な工場は、サンクトペテルブルクのコルピノにある。創立250年を記念して発行された、記念切手本社ビルロシア皇帝ピオトル一世が、ロシア帝国艦隊の艦船を建造するために、 造船所を作らせたのが発祥で、近くを流れるイジョラ川にちなんで名付けられた。ロシア海軍軍艦機を授与されてから1908年に至るまで艦船や部品を製造していた。1992年に民営化され、1999年にはオムズグループの参加に入った。主な業務は産業向け重機械の製造である。原子力、石油、ガス。 鉱山機械などの装置及び設備のエンジニアリング、製造、販売、保守のほか、産業用特殊工製品の生産を行っており、金属タンクやボイラー、原子炉圧力容器のほか、液体やガスのろ過、精製、蒸留装置などの製品群を有する。また、世界初の水上原子力発電所アカデミック、ロモノソフの原子炉容器を製造している。 オムズグループは16,500名の従業員を抱え、業界専門誌において、ロシア最大の企業400にランキングされている。イジオルスキー・エザ・ボーディは、サンクト・ペテルブルクの経済において、重要な位置を占めている。エンアイコン、ありがとうございます。